昭和ロマン。昭和をひも解き、懐かしんだり、自慢したり、知らなかったことを学ぶコーナーです。大事なことがぎゅっと詰まった昭和の時代、懐かしい子供時代や青春の1ページでもあり、いろいろなことの始まりの時代、今よりずっと生きて元気な人がいたような気がします。ゆるい羊伊藤君に資料を集めてもらって、昭和生まれの2人が語りますよ。我こそはと思う方はぜひコーナーに参加してくださいませ。はい、お問い合わせはクリスタルへお待ちしております。はい、それでは一人サポート隊羊と調べてまいりました。はい、今月グループサウンズ、そうだやりましょうと、そうだということで、どこまで行くかという感じなんですが、はい、まあこのグループサウンズ、また詳しくねご説明はまたさせてもらおうかと思いますけれども、昭和42年から44年、うん、42年の初夏から44年の春にかけて日本で大流行、実質ブームは2年弱ぐらい。そうなの？そうなんですよ。短い。でその期間にですね、なんと約100近くのグループがデビューしたらしいです。いやもう覚えられないほど。そうです。今のね、AKB とかさ、アイドルの数ぐらいな、はい、もう本当に。そうです。一人一人の数ぐらいのグループが登場したということですから。そうそう。はい。まあそんな中でね、まあ有名なグループというか、うん、大人気になったグループとかもたくさん出てきたかなというふうに思いますが、今日はですね、初っ端ということで、うん、まあボーナスクイズという感じで私のために、有名どころをチョイスさせていただきました。はい、はい、某 FM 局でですね、1980年昭和55年にある番組がありまして、そこの中でリクエストで、ランキングを決めたっていうのがあったんです。グループ、曲リクエストで、でそれのですね、分かるかな、でも上位5曲今日ご用意しましたので、はい、カウントダウンでベスト5からお届けしたいと思います。はい、はい、それではまず最初、はい、第5位、はい、お願いします。みんな声止める。第5位がですね、ゴールデンカップスというグループになります。はい、昭和43年の、グループ3枚目のシングルということなんですけれども、メンバーを聞くと、あーって思うかもしれないです。エディ・バンサーという方ですね、横浜ホンキートンクブルースという曲を作曲した方。じゃあもっと分かる人、ミッキー吉野さん、5代、あと柳ジョージさん、メンバーにいたんですね。そう、はい、それからあとルイズ・ルイズ・カフェさんということで、ジョニー・ルイズ&チャーって、チャーさんのグループで、うん、後のピンク・クラウドに参加している方もこのグループにいらっしゃる。ちょっと分かります。あ、ミッチーナさんが、私もやりたい。私もやりたい。はい、こけつきちゃえば、ぜひぜひ、木場の方に遊びに来ていただきたい、ね。はい、じゃあ次の曲、第4位いきたいと思います。なんとかの泣きさ、はい、を見つけた。そうです、ピポン、ワイズワンズ、ピポン、正解です。これね、徐々にわかるの、下に食べに来て結構タイトルまでね出てこなかったりもしますか。早め早めで行きます。思い出の渚、ワイルドワンズ、正解でございます。はい、思い出の渚、
ありがとうございます。六本木か麻布かどこかで彼らのお店があったのよ。あ、そうなんですね。結構通い詰めてて、こんな曲ばっかり歌うの。あ、そうですか。それ楽しいですね。そう、はい、連れてかれてたりとか、うん、ちょっとこうこのグループサウンズ、ワイルドワンズはどっちかというとちょっとフォークっぽい感じですよ ね、うん、グループサウンズって本当にいろんなグループがいて、いろんな音楽をやる感じなんですけど、これはちょっ ちょっと正統派だね。正統派です ね、はい。著名なメンバーは加瀬邦彦さんということで、うんうん、これ加瀬邦彦さんが平凡パンチという雑誌があるんですけど、うん、そこにメンバー募集記事を載せてメンバーを集めたんだ。あ、そうなの。そうでございます。そして、このグループ名の由来は、加山雄三さんが、うん、そうそう、星占いにより野生児という意味を込め命名したとマジいうことです面白いですね、そういうのも ね、さあ、パンパンいきます。第3位、はい、いきたいと思います。デビュー、ドン。今これ違うよね。ごめんなさい。着替えちゃったんですか。あ、そうですね、着替えまで結構です。どこのグループだか分かりますか。タイガース。あ、タイガース。沢田健二さん、ジュリーですね。美しかったよね。ねえ、まあ、ソロの時のももっといいけど。うん、そうです ね、このグループサンズ卒業してからのね、うんうんうん、さあ、この時のメンバー、ベースは岸辺一徳さんですね、今の、このサリーって呼ばれてたんですよね。そうそう、岸辺修造役者になってよくいい味出してる、ね、出してますよね、今でもね、本当に脇でいっぱい出てますけどね。ちなみにこのサリーという名前は内田裕也さんが命名したそうです。あ、そうなんだ。はい。で、後に弟の岸辺史郎さんも参加されるということですね。ただですね、今の曲は実はジュリーが歌ってないんです。どうなの。メンバーのですね、これ、カハシさんっていうのかな、カハシカツミさん。はい、私、カハシカツミが好きだったの。あ、そうでしたか。はい、今の曲はですね、ジュリーではなくて、カハシさんがボーカルを取っていて、これ、銀河のロマンスという曲の。なんか声がジュリー違うなと思って聞いてた。うん、両 A 面シングルで発売されて、最大ヒットになったんですけども、この曲は実は。それが3位でした。では第2位に行きたいと思います。はい、第2位、じゃあ準備はどん。はぁ、あ、湖際に君はを投げた。顔とか分かる。ちっちゃい人たちよね。ちっちゃい人。顔が分かる。ちっちゃくなかった。ちっちゃかったんですか。背は。さっきでも一回出てきましたよ。テープだった。証券？あ、違うわ。違うの出てきた。証券だ。テープだった。証券。さっき言ったのってスパイダーの。違う。そっち。いるのよ。あ、そうなんです。あ、証券だ。題名なんかわからない。これ証券だ。証券。証券。グループサウンズってすごい人たちを輩出してるんですよ。ね、本当に今考えると。テンプターズ、はい、証券。証券。でも歌わかんない。うん、そうですね、こちらタイトル、エメラルドの伝説。あ、そうだ、言われてみればって感じですよね。エメラルドの伝説だ。これ第2位でございますけれども、昭和43年6月リリースのシングルということで、タイガースとともにグループサウンズの最盛期を支えた。表現かっこいいですね。まあ、その後の本当に役者さんになってからもね、かっこよかったですけど、証券は不良っぽくてさ、はい、ジュリーはなんかちょっと正統派で、はい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 、綺麗な感じでね、そう、そこのまた良さもあります。感じでね、はい、
石田美さんとほら結婚したじゃん。そうでした ね、うん、なんか素敵だったんだよね。あのシーン覚えてるわ今でも。あ、そうですか、うん、さあではもう早速第1位1位だ行ってみようと思います。はい、はい、江戸小話は江戸小話昭和42年の日本レコード大賞受賞曲ですし、昭和41年にはビートルズの来日公演の前座をドリフターズなどと一緒に務めてますし、はい、で、やっぱりグループサウンズって結構不良イメージ長髪で多かったみたいなんですけど、NHK に唯一出られるグループがワイルドワンズと爽やかだったもんね。そうですね、もね感じでございます。そう、はい、まだまだダメだ、意外とできないわ。あ、聞いたことはあるけど、聞いたことはあるけど曲名が出ない。あ、でも大体よく聞いてると曲名大体歌ってますよね。歌えるんだけどね。はい、じゃあちょっといけるとこまで、はい、来週もちょっとチョイスしたいと思います。はい、ありがとうございます、はい、さあそれでは江戸の笑い話いってみましょうかね。曲2つ、はい、落馬、初めて馬に乗った男、走り出すとひゃー怖ーい、ドスーンと落馬して、あ、これで安心、落ちたかなるほど。そしてケチ、大のケチと評判の、伊勢蔵の家に行くと、遠いところからよくまあおいでになった、おいこれよ、お客様にごちそう何か、女房を出てきて、お会いにくさまながら、ここのところずっとしけ続きでろくな魚がない、外を魚屋が通り、カツオカツオ、まああんな嘘ばっかり言って